すみませんでした、本当にね、長い間全然ね、ショールームやることができなくて、あ、たこ焼きの方からたこさんいただきました、ありがとうございます、ありがとう、こんばんは、こんばんはです、お疲れ様、お疲れ様です、本当にね、実は今日、青春ガールズ公演、初公演、初めて劇場の舞台に立たせていただいたんですけどね、もしかしたらね、皆様も見てくださった方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そう、なんて言うんだろう、まあ全力は尽くせたんじゃないかなとは思ってます。改善点はね、たくさんあるんですけど、あれ本当にでも皆様ね、ツイッターとかでご声援をしていただきて、ありがとうございました。あ、うさぎのサイコパスのうさぎの方からもね、ミラーボールいただきました、ありがとうございます。でミラーボールのなんか写真とか見ました、流れてましたね、 TL にね、 TL っていうのあそこにね、裏にねミラーボールの何なんて言うんだろう、このペンライトみたいなのとかもね、作ってくださったり、たこ焼きの方からお疲れ様いただきました、お疲れ様ですカツ丼パイセンお疲れ様カツ丼やめて、ちょっと楽しかったです、すごい楽しかったんですけど、こんばんは、こんばんはです、お久しぶりです、グリーン、グリーンさんからミラーボールいただきました、ありがとうございます、ありがとう、あと黒い豚の方からもミラーボールいただきました、ありがとうございます、ありがとう、にゃー、とても良かった、ありがとうございます。そうね、グリーンさんから、あ、またミラーボールいただきました、ありがとうございます、ありがとう、あとカッパの方からもね、ハートたくさんいただきました、ありがとうございます。うっすら見たことあります、うっすらですか、がっつり見て見たことないの、ありがとうございます。あと白いお馬さんの方からお疲れいただきました、ありがとうございます。あれ、ちょっとごめんね、カツ丼食べたのにカツ丼食べたんだけど、そう、 MC 中にMC 中に自己紹介の時、ありがとうございます、ちょっとギフト読もうね、ごめんね、そう、これだけ説明したんですよ、なんかMC 中に、はい、埼玉県出身18歳、なんちゃらかんちゃら、サイリウムカラーは赤白紫の五十嵐さやかです、よろしくお願いしますって言おうとしてたんですよ、そこをさっき、はい、カツ丼って言っちゃって、え、なんなんでしょうね、やっちゃったんですよね、私、え、いや本当にカツ丼って言っちゃって、一番最初はいってやった後、その後の記憶があんまりないんですけど、カツ丼、初見さんからカツ丼できたありがとうございます、初めまして、カツ丼です、よろしくお願いします、狙ってね狙ってるって捉えてくれたらね、いいんだけど、そう、好きな食べ物が私ラーメンとカツ丼と、まあいろいろあるんですけど、ラーメンカツ丼なんですよ、プロフィールに実はね、こうもしでしたら見ていただけるとあれなんですけど、ラーメンカツ丼、ブルーベリーチーズケーキアドボメロンパンって書いてあるんですけどそれで好きなものをラーメンカツ丼って言おうとしたら、直前に決めたんですよ、 MC のMC っていうか、自分の自己紹介もうちょっと付け足した方がいいなと思って、あと自分の好きな食べ物好きってことを言って、自分の好きな食べ物ラーメンとかカツ丼とか食べよく食べてるんですよっていう話をしようしようしようってこう頭の中に入れてたらやっちゃったんですよね。だとしても変、ごめんね、しばらく TL カツ丼で埋まったそうなのカツ丼ギフト投げたい、カツ丼ギフトなくてよかった、びっくりしたね、びっくりしたよね、私もびっくりした、大丈夫だった私の表情ふーってなってなかった、なってたよね多分ね、他の子たちも多分びっくりしてたしね、リハーサルの時あんなことやんなかったのに、あ、すいません、ありがとうございます、あ、どこからかな、あ、カッパの方からハート100個いただきました、ありがとうございます、ありがとう、あと可愛いもいただきました、ありがとうございます、あとなんとひーさんからね、これタワーなのかな、あ、青い、めちゃくちゃ大きいクマさんをいただきました、ありがとうございます、ありがとう、初めて見た、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。あとグリーンさんからかっこいい、かっこいいなんてあるんですね、今ね、かっこいいいただきました、ありがとうございます。あとグリーンさんからミラーボールまたいただきました、ありがとうございます。 P さんからミラーボールいただきました、ありがとうございます。あと王様の方からミラーボールいただきました、ありがとう、ありがとうございます。なんか感覚が鈍ってますね、でもショールームの
あとユニコーンの方からもねハートたくさんいただきました、ありがとうございます。あとハートを持った小さいクマさんの方からもハートたくさんいただきました、ありがとうございます。ありがとう。後ろ見てってある、何後ろ見てって怖い、え何このギフト初めて見た、グリーンさんから後ろ見ていただきました、ありがとうございます。え怖い、開いてるよねドアね、大丈夫、開いてるよね窓ね、うん、ああと何だろうこれは、ろうそくかな、ろうそく、し、白いピアノの方からろうそくいただきました、ありがとうございます、ありがとう。あーあーん、なんかいやなんかいやちょっとなんか申し訳ない、びっくり、すごいいっぱいたくさんギフトがありますね、いろんな種類の、待って私が1週間ぐらいやってない間に全然変わりましたねショールーム、なんか怖いな、ありがとうございます。後ろ見てが怖いな、こえあれか、あれか、怖い、あの夏だからあれですかね、お化け屋敷とかそういう系のギフトですかね、ありがとうございます。ハートを醸し出した方から幽霊のクマさんタワーいただきました、ありがとうございます。かわいいこれね、だあのお化けのやつだね、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。初めて見ましたね、なんか全然違うね、変わっちゃったね、注文しちゃった、カツ丼先生やめて、カツ丼先生やめて、でもカツ丼好きですっていうのはあんまり出したことないじゃないですか、あれそう、あんまり出したことないよねカツ丼、これねカツ丼好きなの、だからまあいい宣伝にはなったかもしれないけど、カツ丼ってどうやって売るんだろうアイドルとしてね、ちょっとありがたわ、本当にありがとうございます、ありがたわそうこれから出せばいいねカツ丼もう絶対だって初公演なんて将来ね、20年後とかアイドルをやめても見るじゃないですか絶対、これ初公演だったんだよなとか、えそれで自己紹介の時あんな派手にやらかしちゃって、やばい、もう暴れますとは言ったけど確かにああいう暴れ方は想定外だったんだよね、どうしようかなこの後もういっそ売るかカツ丼で、サンドの飯よりカツ丼で、カツ丼大好きキャラになってるけど一回もあれなんだよな、カツ丼のなんかお店のレポートとかやったことないんだよね、爪痕残すねちょっと爪の痕を深すぎましたねちょっと今回のね、カツ丼のお仕事くれたらいいねそうねそうですね、宣伝って何のや、もうカツ丼ですよカツ丼の、そう、あ帽子の方から尊いいただきました、ありがとうございます、君の方が尊いよ、そうあとあーごめんねギフトが全然、そう猫耳和装の方からモテを10個いただきました、ありがとうございます、モテを10個ありがとうございます、ありがとう、ね、どうでしたか皆さん、クリあツインテールの方から花束いただきました、ありがとうございます、ありがとう、本当にね皆様ねお疲れ様でしたね、見てくださった方々もあの見てるだけでもねヒヤヒヤしたと思います、多分グリーンさんから後ろ見ていただきました、ありがとうございます、怖いな、なんだろうこのギフトは本当にありがとう、あとヒーさんから後ろ見ていただきました、ありがとうございます、あとヒーさんからギャッいただきました、ギャッって何、何なんだろうこのギフト、ギャッいただきました、ありがとうございます、あとカッパの方からギャッ10個いただきました、ありがとうございます、ギャッ10個ギャッ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 ありがとう、あと黒髪の方からお疲れいただきました、ありがとうございます、お疲れ様です、本当にね、あとひーさんからギャーいただきました、ありがとうございます、あとそこの猫の方からかっこいいいただきました、ありがとうございます、かっこいい、疲れはない、いやもうすごいよ、太ももあのあとまともに歩けなくて前かがみになって歩いてました、そう本当に痛くて、なんだろうリハーサルの時よりひどいんですよ、あ痛い、なんなんだろうね、2日間は絶対もう12時間寝て休みます、ハートを持った小さいクマさんの方からもね、ギャッいただきました、ありがとうございます、あと後ろ見てもいただきました、ありがとうございます、そうあとジンベエを着た猫の方からギャッ10個いただきました、ありがとうございます、ありがとう、ん初見の方から、初見さんから鼻をつまんでほしいな、鼻つまむと結構美人なんだよね、なんかこうすると漏れるこうすると漏れるんですよ、そうでも今ね鼻結構頑張って潰してます、これでもそうキャッチフレーズが活動にあってね、うーんキャッチフレーズ次までには決めろって言われちゃって今決めてるんですけど、募集しちゃおうかな、グリーンさんから後ろ見ていただきました、ありがとうございます、ね、結構ちょっとごめんなさい飛ばしてたギフトを読ませていただきます、ジャンピングしてるワンちゃんの方から後ろ見てたくさんいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、面白かったからよかった、いやもう
キャッチフレーズカツ丼でいくしか。ケータリングのメニューかと思った。ケータリングのメニューは鮭ご飯でした。実はそう、鮭ご飯とハンバーグだったんだけど、私がハンバーグ食べようとした時はね、ちょっと売り切れになってましたね。大人気だったハンバーグ。カツ丼さん、ごめん、カツ丼さんなの、私カツ丼さんなの、これからしょうがないよね、もう。でも、ラーメンより、いや同じぐらいか、カツ丼でも同じぐらい、なんかあのがっついてるか。エゴさんに服着たい。エゴさんの服ね、入るかな。私エゴさんすごくね、あのスタイルいいから入るといいんだけどね。チャックとか閉まんなかったらね、あのもしね、あのなんか将来あのいただいた時とかに入んなかったらちょっと恥ずかしいよね、うん、多分着れないで部屋に飾っとくけど。誰だ、ハンバーグ2個食べたの。ほんとよ、鮭しかなかった。鮭美味しかったけど。あ、ありがとうございます。狼の方から見覚えいただきました。ありがとうございます。あ、なんかすごい久しぶりの感覚が尊い。尊いよ、みんな。待って、あとなんで20分しかないの。本当になんか、なんかモバイル名、あのなんか皆さんにこう連絡とかもね、こうたくさんねしたかったんですけど、なかなか写真とか全然送れなかったし、この2週間、一回ちょっと練習で辛くなっちゃって1日ぐらい送れなかった日があったんですよ。すごい、なんかもうあと本番まで3日前とかの時だったんですよね。今日まで3日前かな。そうね、いやなんとか乗り切ったけど、これからも心配ですよね、ちょっとね。グリーンさんからミラーボールいただきました。ありがとうございます。ハンバーグ、こんばんは。こんばんは。猫いる、猫います。猫、そう、これ猫かな、一応ね。そう、募集したら活動決定。花束を持ったクマの方からミラーボールいただきました。ありがとうございます。ありがとう。あとカッパの方からミラーボールいただきました。ありがとう。ありがとうございます。アーカイブで見るの楽しみ。あ、ありがとうございます。ぜひぜひね、あのちょっと恥ずかしいんですけど、恥ずかしいって言っちゃダメだね。ご視聴よろしくお願いします。もしよろしければ。白いピアノの方からもミラーボールいただいてました。ありがとうございます。あとユーサピオンさんからミラーボールいただいてました。ありがとうございます。あとオオカミの方からもミラーボールまたいただいてました。ありがとうございます。あと牛乳パックの方からハートいただいてました。ありがとうございます。ジンベイの方からもハートたくさんいただいてました。ありがとうございます。あとグリーンさんからミラーボールね、またいただいてました。ありがとうございます。ユーサピオンさんからもね、ミラーボールたくさんいただいてました。ありがとうございます。本当に筋肉痛、本当に。あ、黒い豚の方から後ろ見てたくさんいただいてました。ありがとうございます。さすが世界の世界の早かったな。ですか、アーカイブは活動に注目だね。あれってカットされないんですかね。はいって言っちゃったから無理だよね。あれではいって言わないで逆に活動ってちょっとつぶやいて、あ、違う、はい、なんたらなんたらなんたらって言ってたら、もしかしたらカットとかされたかもしれないけど、はいって言っちゃってたからね。自己紹介の時こうはいって言って一歩前に出てよろしくお願いします言って礼して一歩下がるんですよ。だからはいって言っちゃった後だったから、多分丸々映っちゃうよね。はいイコール活動。カットできないな、カットできないよな、そこな。うわ、怖いわ。怖いね、劇場ね、怖いですね。いやどうしようかな。ユサピョンさんからハートたくさんいただきました。ありがとうございます。一番盛り上がったカツ丼カットはない。盛り上がったのか、盛り上がったのかな、あの後。でも実はあんまり覚えてなくて、公演終わった後に、待って、私自己紹介でそういえばカツ丼って言っちゃってたみたいな感じで思い出した感じなんですね。あ、ピンクのクマの方からお疲れいただきました。ありがとうございます。お疲れ様です。本当に、ね、ハートを醸し出した方からも可愛いいただきました。ありがとうございます。ありがとう。次回 Don't Disturb の英語セリフを言って、あれね、ね、かっこいいですよね。石塚さんもでもすごいね、練習してて全部丸暗記してすぐで、発音とかもね結構頑張ってたからかっこよかったんじゃないかな。いつまでも初シーサーで言った早川先生、キャッチフレーズで爪痕を残したのだったね。キャッチフレーズとみんなちょっと一緒にもしでしたら考えてあのくださったら嬉しいです。そう、あ、ハートを持った小さいクマさんから尊いただきました。ありがとうございます。カツ丼屋の CM 来るかも。カツ丼屋のね、
それは来たら来たでね、うん、いいんだけど、だって初公演終わりパーよいしょ、ね、こういう失敗をどうやってこれから生かすかだよね、逆にね、うん、動く早川さんが久しぶりに泣きそうよ。いや私は本当に泣きそうで、正直ねえ、もうだってずっと皆さんと接してなくて、メールもなんかなかなかね、なんか前みたいにこうちょく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 こまめに送ることができなくて、レッスンの帰り道とかだったりお休みメールがなくなっちゃったりとか、ね、してたから、ショールーム何日ぶりなんだろう、少し心配したちょっと心配したね。そう、あと猫耳の和装の方からハートたくさんいただきました、ありがとうございます。グリーンさんからもね、ハートたくさんいただきました、ありがとうございます。あとヒーさんからも尊いいただきました、君の方が尊いよ、ありがとうございます。そうなってね、いやどうしようかな、どうしようかな、これからカツ丼を売りにするか、あれはなかったことにするか、いや多分でも生かした方がいいんだよね。ミスはミスでもどうなんだろう、どうしようね。いやこの皆様すごい優しいからこうね、盛り上げてくださったけど、正直なところミスはミスですからね。どうしようかなどうすればいいんだろうな。カツ丼で売っちゃうのかな、いっそ。でもカツ丼、正直カツ屋さんのカツ丼しか本当に食べなくて、カツ丼大好きなんですけど、定食屋とか行ったらカツ丼じゃないんだよな。いいね、そういうこだわりいらないよね、作っていけばいいんだもんね。あ、ありがとうございます。ミスカツ丼、ちょっと嬉しく思った方がいいのか。ミスカツ丼はどうなんだ、ミスカツ丼やだな、なんかな、カロリー 40% オフとかのカツ丼になりたいな、せめてな。そうか、ミスカツ丼って言われるんだったら次回は親子丼で親子丼でもちょっと長いから、親子丼って全部言い終わる前に気づきそうですけどね、親子ってカツ丼ね、無駄に短かったから。あ、お団子さんからろうそく10本いただきました、ありがとうございます、ありがとう。そうカツ丼もメガヒットまた揺れ方を上げた、ありがとうございます。あ、お団子さんから幽霊いただきました、幽霊タワーっていうんですね、ありがとうございます、ありがとう。本当にね、皆さんお疲れ様でした、失敗じゃない、嬉しいよ、やばい、泣きそうだよ、ありがとうございます。あとどんぐりの方からギャーいただきました、ありがとうございます。今日の6人は似た感じだよ、似た感じ、そうだった、泣いていいよ、今日は泣こうよ、今日泣くの、ちょっとな、でもな、かっこ悪い姿見せたくないな。あ、サイリウムの方からハート100個いただきました、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。泣いてない、いやちょっと泣きたくないな、楽しく終わらせたいな今日はな。そう、泣くのか、泣かないよ、初公演では。そう、現在の時刻ありがとうございます。あと15分しかないですね、うん、チョコの猫の方から後ろ見ていただきました、ありがとうございます。なんか怖いな。そう、え、この後ろ見てとかもあれなのかな、この幽霊のやつとかと同じようなあれなのかな、この怖いものシリーズなのかな。そう、あと見せていいのかわからないんですけど、あ、やばい、そう、絵本いただきました、ありがとうございます、嬉しいです。この最初漢字ドリルかなと思ったんです、あー、これは漢字ドリル、誰か私に来たなと思ったらそうじゃなかった、嬉しくな、うん、いや漢字ドリルでも嬉しいんですけどね、本当にありがとうございますね、いつも本当に応援してくださりありがとうございます。あとね、なんかすごい小さい子から10期生みんなにお手紙が届いてて、字だけは見せるけど、すごいね、さ、多分2年生とか3年生とかの子のお手紙なのよ、びっくりした、すごい可愛い、え、なんかすごい頑張って書いたんだろうなっていう、こう合格の核とかがひらがなになってたりして、
ういういしいお手紙をいただきました。ありがとうございます。そう、女の子ですね、この子。多分 SK48 に入りたい、将来入るであろう女の子であります。合格、そうそう、合格って書いてあった。格がひらがなで、すーちゃん、名前言っていいのか分かんないな。そう、 S さんだね、 S さん。そう、可愛いファンができたね。可愛いね。まだ習ってないんだな。ね、多分に3年生でしょうね、それだと。うん、お名前とかは全部漢字で書いてくださってるんですけど、そう、頑張ってくださってなってる。可愛い。うん、よかったですね、本当に。そう、可愛い、癒されるね。そう、何それ、めっちゃ可愛いやん、びっくりした。季節商品やね。あ、これね、あの後ろ見てってやつの季節のやつなんだね。そう、私がいない間に、そう、ハートを持った小さいクマさんの方からろうそくいただきました。ありがとうございます。そう、あと黄色い T シャツの方から夏いね10個いただきました。ありがとうございます。夏いね、最近すごいセミが鳴いてますね。ギフトでカツ丼何杯でも食べてね。ありがとうございます。ギフトでね、結構カツ丼食べれるね、これだけいただいたら。そう、今日も良かった、嬉しい。見ててくれたんですか、ありがとう。味噌カツに喧嘩売ったからやばいかも。やばい、味噌カツも好きですよ私。味噌カツはでもこうお弁当とか出された時、すぐなくなっちゃうんですよね。ハンバーガーとどっちが人気なんだろう。味噌カツに、味噌カツ本当に人気。うん、先輩方も味噌カツすごい好きでね、取ってらっしゃいますよね。そう、あ、ウルちゃんさんからハートじゃない、だるまさん100個いただきました。ありがとうございます。ありがとう。味噌カツ丼で、味噌カツ丼ででもあんまり聞かないよね。味噌カツ丼ってあるのかな、ね、あったら嬉しいけど、嬉しいっていうかね、うん、あれ食べたことあるかも。味噌カツ人気なんだ。味噌カツ人気、ハンバーグじゃなくてハンバーガーもね好きですけどね。ハンバーガーでもアイドルだから、みんなこうガーって食べないといけないじゃん。で、汚れちゃうから多分ね、なあ、珍しいと思う、ハンバーガー。ありますせね、あれ待って、オーディションの時に食べたかもしれない。本当に普通にあるよ。あるかね、なんか食べた、オーディションの時、塩釜口でパセリっていうお店で、すごいてんこ盛りのお店で味噌カツとエビフライ定食食べて、オーディション合格する前かな。こう、うん、待って、でもなんかこうやって考えるとエモいですね。オーディション何してたのが冬、合格したのが冬で、今日初公演、今7月でしょ。7ヶ月後にやっと、まあこういう形であれ公演させていただけて、いやー、もう青木さんみたく綺麗な言葉は言えないけど、綺麗にまとめらんないけど、本当に今日まで、あのこの2週間で実は10期生の団結力がうんと上がったんですよ。ありがとうございます。ビューサブランさんから見覚えていただきました、ありがとうございます。あとグリーンさんから見覚えていただきました、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。そう、長かったね。そう、なんだろう、2週間で一気にみんなのこの距離感が縮まりましたね。そう、物理的にじゃない、物理的にじゃない、大丈夫、密じゃないからね。そう、あの気持ち的に距離感がすごく縮みました。本当にみんなで一生懸命やって、まあ話したんですけど、アフタートークでも2回テストがあったんですよ。で、私たまにね、あの連絡してこう、明日やばいって言ったりしたじゃないですか、ブログの日とか。それで明日テストなのに明日ブログ更新しないといけないっていう状況だったりして、ちょっとおろそかになってしまったりしたんですけど、ブログがね。でも本当にね、結構いまだに自分でも分かってなかったりするんですよ。なんで立たせていただけたんだろうみたいな。12人もいるのに、そのうちの6人としてどうやって私立たせていただけたんだろうと思って、今日も結構反省会でね、普通にSKE なんで怒られたんですけど、そう、ね、改めてみんなでね、こう次頑張ることとかメモ書いて、
これからこうしようああしようっていうのとか書いて、あのね、定点映像とかめっちゃ見るとか、体幹をみんなでして体力つけるとか、そう、いやでも本当に、え、なんかみんなで6人じゃなくて10期生みんなで作ったって感じでしたね、キムコエンは。そう、10人、10期は11人やる、あ、そっか、ごめん、うちだけ見えてたんだ、11人でした、皆さんから見たら嘘だよ、11人ごめんなさい。そう、あ、黄色い T シャツの方からモテを10個いただきました、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、林さん呼びのまま、いや意識しようとも思ってるんですよ今日、今日紀藤さんにもみくるんって呼んでって言われて、そう、一緒に帰ったんですけど、アイスクリームを食べながら、そう、なんだろうね、あの癖はね、そう、肩にもう一人、やめて、怖い、カツ丼12人目わしやでカツ丼、そう、あ、ハートいただきました、黒服の方からハートいただきました、ありがとうございます。泣くんやったらこのタイミングやで、いや泣かないですよ。どんぐりの方からかっこいいいただきました、ありがとうございます、かっこよかったね、表情だけはね頑張ってね、もうダンスも歌もダメだから、とりあえずできることといえば表情と歌詞間違えないことかなって思ってたんですけど、表情はともかく歌詞はね、皆さんがお気づきになったかわからないんですけどね、結構派手に間違えてました、私歌詞間違えちゃった、結構間違えた、どんくらい間違えたんだろう、8カ所ぐらい間違えたかな。グリーンさんから後ろ見ていただきました、ありがとうございます、後ろ見ます、クーラーがあります、2014年代のクーラーが、そう、あと、あ、うん、そう、仲がいいなっていうのは伝わってよかった、でもこの2週間で本当に縮まりましたね。あ、狼の方からミラーボールいただいてました、ありがとうございます、ね、なかなかコメントが読めなくて本当に申し訳ない、久々で長かったね、ね、1時間でも10分に感じました、やってる時は。ただ終わった後の1時間後2時間後とかはなんか3日4日分ぐらいの公演をやっと終わらせた気分でしたね。グリーンさんからミラーボールいただいてました、ありがとうございます。あとユサピヨンさんからもね、ミラーボールいただいてました、ありがとうございます。あとジンベエザメの方からもミラーボールいただいてました、ありがとうございます。パセリが確かにマイナーでしょ、しようかもんです、ぜひぜひ行ってみてください。あの学生街とかって結構ね美味しくて安い、しかもボリューミーなお店が結構あるので、私好きなんですよ学生街、よく喋れるね足がでも本当に昨日とか太ももとかつっちゃって、リハーサルの最中そのまま踊ってたら痛めちゃいましたね、ちょっとね、左足よく痛めるんですけど、なんかついてんのかな。初めまして、初めましてです、カツ丼です、よろしくお願いします。そう、なんか毎回左足怪我するんですよね、つったり、うん、疲れありそうだね、やばいよ疲労感。あ、そう、あ、ぬいぐるみの方からハートいただきました、ありがとうございます。早くみんなの前でできるといいね。ねえ、本当に実際に皆様のでも顔を見るともっと緊張しちゃうかもしれない、うん、遠くにいても覚えてくださいあれバレましたか、そう、遠くにいても確か1箇所か2箇所間違えたと思う、あそこ遠くにいて もうなんか普通にやるとできるんだけどな。5分前だよ、やばい、5分前、寝不足は寝不足ですね、みんな3時間とか4時間とか2時間しか寝てない子も結構いて、そう、カツ丼さんですね、カツ丼さんです、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとランキング発表、あ、ありがとうございます。猫耳の和装の方から虹色のだるまさんたくさんいただきました、70個とかかな、50個か、ありがとうございます。虹色のだるまさんいただきました、ありがとう。大丈夫、大丈夫かい、大丈夫だよ。そう、まあ無理してたら正直そのうち慣れるっていうのもあるしね。グリーンさんからギャーいただきました、ありがとうございます。あとジンベイの方からもかっこいいいただきました、ありがとうございます。あとグリーンさんからね、またミラーボールいただきました、ありがとうございます。2回くらい違ってた、2回くらい違ってたね、結構分かった。しかもケアしっかりしないとクレアにつながるからね、ありがとうございます。そうね、ちゃんとストレッチとかやらないと。そう、あと狼の方からもね、ミラーボールいただきました、ありがとうございます。ジャンピングしてる方からもミラーボールいただきました、ありがとうございます。あと4分ちょっと、あ、じゃあランキング発表させていただきたいと思います。はい、13位の方、
牛柄の方です。ありがとうございます。ありがとうございます。お久しぶりです。ありがとう。住人の方、白いピアノの方です。ありがとうございました。ありがとう、本当にありがとうございました。11人の方、春雨さんです。ありがとうございましたね。あの、いただきました。ありがとうございますね。10位の方、うるちゃんさんです。ありがとうございました。ありがとう、本当にありがとうございました。9位の方、カッパの方です。ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。8位の方、ジャンピングしてるワンちゃんの方です。ありがとうございましたね、本当にありがとう。7位の方、ジンベエの方です。ありがとうございました。ありがとう。そして6位の方、黒い豚の方です。ありがとうございました。ありがとうございました。そして5位の方、ヨシャビヨンさんです。ありがとうございました。本当に本当に本当にありがとうございました。4位の方、グリーンさんです。ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。3位の方、お団子さんです。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。そして2位の方のアバターがない。なんでなんで。2位の方が、あ、ハートを醸し出してる方です。ありがとうございました。ありがとう。ごめん、お疲れ様。お疲れ、あーん、お疲れ。あと1位の方がひーさんです。ありがとうございました、ひーさん。ありがとうございました。皆様本当にありがとうございました。みくるんじゃんね、あれだよね、ブラックサンダーアイス食べたよね、一緒に帰り道、美味しかったよね。どう、きとうみくるちゃんです。最近ね、結構話しかけてくれるんですよ、こんな私に。オシャンティーなみくるんちゃんが。グリーンさんからお疲れいただきました。ありがとうございます。あと狼の方からもお疲れいただきました。ありがとうございます。あとカッパの方からもお疲れいただきました。ありがとうございます。ありがとうね、みくるんも本当に。お、みくるん呼び、みくるん呼びして頑張って。みくるん来てくれてありがとうね。英語話せる同士でね、なんか話してるの見たことないから、みくるんが英語、今度一緒に話してみたいなとか思う。全然発音とか、あの、もっとアメリカンそうだもんね。ハギさん、久々だ。フィリピン配信以来、お母さんいつもお世話になってます。あ、ありがとうございます。お久しぶりです。本当に今までありがとうございましたね。お久しぶりです。ひーさんからお疲れいただきました。ありがとうございます。あとゆうさんぴょんさんからもお疲れいただきました。ありがとうございます。あと花束を持ったくまさんの方からお疲れいただきました。ありがとうございます。あとグリーンさんから後ろ見ていただきました。ありがとうございます。お疲れ様です。で、英語で会話いや、聞いたことないのまだ。うん、多分シャイで話さないんだと思うけど、トミクルンもなかなかかっこいいところ見せたがんないから、あの、照れちゃって。そう、けど公演の MVP はやかちゃんだと思う。 MVP ってなんだ。ありがとうございます、嬉しいね、本当に嬉しい。ありがとう。あとハートを醸し出してる方からお疲れいただきました。ありがとうございます。そうね、英語で話したいね。ちょっと英語を1回でいいからちょっと話してみてほしいな、今度。本物のミクルン本物だと思う。そう、内緒話が英語でできる。あ内緒話ね、確かに。あの、ちょっとずるいけど、2人だけでね、英語で話すとみんなわかんないね。本当に、あ、ありがとうございましたね。SKE でも頑張ってね、お互い、ショールーム編集頑張っていこうね。ありがとうございます。頑張っていきましょう。皆様、本当にありがとうございました。ね、これからも本当によろしくお願いいたします。精一杯頑張っていきたいと思います。ね、今日はちょっと休むんですけど、また明日、明後日からね、頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。よろしくお願いします。